いざ参る。草原客この距離なら外しません。ゼロの方吐く。この程度か。肩慣らしにもならんな。馬をかけさせないで。呪い草原客。呪い草原客。呪いウィンドランス。草原客。次はドイツだ。草原客。呪い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 。やれやれ。刀の錆にしてやる。草原客。呪い動けよ。草原客。呪い覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。次はドイツだ。呪い捕らえられない。呪い草原客。呪い草原客。大したことなかったわね。ローマから市民を守るための城塞都市じゃというに、王家の足元にゴーマがおるとは清涼な怠慢じゃ。確かに清涼にしては脇の甘い警備だよな。巨大な防壁で町を囲ってその内側を守るってのが王国と清涼の対ゴーマ政策だもんな。壁の内側で発生したゴーマにとって外に逃げるのは容易じゃないとも言える。王宮は広いし建物も大きいから隠れる場所もたくさんある。取水口を通り抜けるのはゴーマにとって難しいことじゃないよね。そのくらいのことは清涼も分かっておろう。むしろ支え込んで一網打尽にすればよかろう。ゴーマの存在に気づきながら放置してる。でもそんな理由なんてさっぱらんの。随分変わった立ち筋。ここいらじゃマイナーなもんでな。呪い！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 
さあ、先に進もうぜ。やれやれ。命がいらないようだ。片付いたみたい。行くわよ。成果を確認してくれ。よし。美味しそうなレシピが見つかる。探索船、バツビ。急がないと夜が明けちゃう。こんな時はマギルー占いの出番じゃよ。どちらに進むか、フィッチフィッチフィッチ。マギルー。ああ、怖い怖い。ボウはどっちに進めばいいと思う？僕は、とにかく上に登る場所があるはず。それを探しましょう。
ベルベット浮かぬ顔じゃのう。小悪党とはいえ人間を殺すのは気が重いかい。別に、あんたみたいにヘラヘラしてるやつがどうかしてるのよ。わしは裏切り者を探しに行くのであって、人殺しに行くわけではないからの。殺さないといけないのかな。ネクターをやめさせるだけじゃダメなのかな。話が通じるやつならいいんだがな。酒場の噂話じゃ、あの大司祭は相当なクセ者だぞ。今でこそ聖司教も聖領も民衆から支持されてるが、3年前までカンコドリが鳴いてたそうだ。そんな苦しい時代にもずっと聖司教会に尽くしてきたのが、あの大司祭ギデオンだったとか。だが降臨の日を境に精霊が見えるようになり、精霊術がゴーマ退治に有効だと知って手のひらを返した。目に見えるものしか信じられぬ愚か者の群れじゃからの、人間というのは。民衆の支持を得た聖司教会の連中は浮き足立って、醜い権力争いが起こったらしい。名ばかりの司教や権力目当てに入信した新参者、大司祭の座を狙った連中はみんな消えた。教会を辞めたの？いや、みんな死んじまったそうだ。病気だの事故だの死に方はいろいろらしいがな。その結果、ギデオンが大司祭になった。あ、そうまでして大司祭になったというに、今や民は同志アルトリウス様の大合唱。心穏やかではなかろうの。ま、俺たちにもいろいろ仕掛けてくるかもしれん。用心した方がいいだろうな。どんな奴だろうと関係ない。やるべきことやるだけよ。刀の錆にしてやるぜ。双剣客呪い。双剣客呪い。双剣客呪い。その力、興味がある。解かないと死ぬぞ。双剣客呪い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 。片付いたみたい。行く。準備はいいわね。呪い。双剣客呪い。覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレス
呪い草原客呪い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 容赦の情け一切かけない。覚悟もなしに立ちふさがる。随分変わった土地筋。ここいらじゃマイナーな。
覚悟はいいか、かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン、この程度。勝負ありだな。襲撃一刀、この距離なら外しません。ゼロの方、吐く。草原客、呪い。邪魔っ子。草原客、呪い。ダイヤ。草原客、呪い。ヤスバット。草原客。邪魔よ。その程度で。やれやれ。Thank you.